皆さんこんんにちはレックンコースのでですささあ皆さん勉強順調でしょうか、ねまあ、こういうふうに言われて「順調です」っていうふうに言う人なかなかいないと思うんですけれどもねまあみんなですねそう当初立てた予定よりも遅れてしまったりとか、ねえー、ちょっとうまくいかないなっていうふうに思ったりとかそれはみんなそうなので、まあ、あまりそこを気にする必要はないと思っておいてください。はいさあそしてですね 宅建試験、えー、10月に向けて、えー、頑張っていくということなんですけれども皆さんまず一つですねこれを一つの基準にしていいたただきたいんですそれは何かというとできれば8月の中旬まで、えー、お盆ぐらいの時までにですね一通り全範囲の勉強をしておいていただきたいんです。 もうこれを本当にに鉄則にしてておいていたただきたい。で,なんでかっていうとやっぱり9月10月って言いますのは直前期なんです。でバランスが命なんですけれども例えばその勉強していない範囲があるとするとそこばっかり気になってしまって勉強がそこに集中してしまうんですよね。でそれがですよまあめちゃくちゃそのよく出る分野だっていうならまだしもねえー、そんなに よく出てこない分野でいやでもねまだ全部終わってないんだっていう風に気になってしまって直前期の労力をそこに費やしてしまうっていうのはあまり得策ではないわけです。ということでまず一通り全範囲を終わらせておけばある意味ねえ未就分野がなくなるっていうところで、まあ、勉強が一つ ねえー、ワンランラクアップできるとというところになりますこの勉強っていうのはある意味未就分野がなくなってからが勝負というところを言うこともできるわけですね。なもんですからまあ8月中旬までに とりあえず前半、あの暗記が終わってるか終わってないかっていうのはとりあえず置いといてです。えー、とりあえずもう未知の単語、えその単語聞いたことないよっていうようなものをなくしておく、それだけでも強いです。でまずそのお盆の時期までに。 前範囲を終わらせてでそしてお盆ぐらいのところで一回ですねその全範囲自分がどのぐらいできているのかっていうところですねそこを確認取ってそして8月中、まあ、8月の下旬使ってそのもう本当に基本の基本のラインというものを全範囲にわたって固めていくそして9月10月にね実戦力を鍛えていくというこの順番にしていくのが 一番効率よく勉強でききるとといいうことになっていきますでそこでですねはい今回ですねこちら画面の方に現れておりますけれども1日で基礎力を速攻チャージということでお盆特訓宅研試験前半超速確認というですね、まあ、こちら毎年やっている道場なんですけれども、えー、こちらの方をですね今年も開校したいというふうに思います。えー、これは何かとと言いますとですでね 本試験2ヶ月前の段階で解けるようにしたい問題これを総チェックしていきましょうというそういう企画です朝から晩までもひたすら問題を解いていくね、えー、こういう日になっていきますもう本当に一問一答をひたすら解くというですねまあ、こういうものになっております で先ほど言いましたけれどもお盆までに、まあ、一応全範囲、えー、やりますとでそうするとその全範囲のところを確認取っていくっていうことになるんですけどもなかなかこれが一人ででやろうととすすると大変なんですよね、はいまあ、こちらこんな方におすすめって書いてありますけども,もうお盆休みの一人勉強はついサボってしまうと、えー、いう方も結構多いと思います。であととはですすね、まあ、これかから模試とかが始ままっていきますそのの前に前範囲の ね、基礎確認しておきたいな、はい、であとはですねえ結構いらっしゃるんですけども普段独学でやっていてで、えー、まあ挫折気味の方って書いてあるんですけれども例えばその独学でやっていると周りの受験生がどのぐらいできているのかっていうのがわからないとでそうした時に、まあ普段は独学でやってるんだけどちょっとね一、えー、日 ね、えこういうイベント的なものに参加してみようかなというふうにしてえ参加される方も結構いらっしゃいます、えー、ですので、まあ、いろんな方に対しておすすめなんですけれどもこちらはい通学がですね8月14日9時30分から17時50分まで、えー、新宿エルタワー本校の方で実施されますでですねこちら 今まで、えー、昨年まではですね、本当にこれ、新宿エルタマーコンコーのこの1日の生講義のみ、えー、という形で実証していたんですけれども、まあ、えー、やっぱりね、この昨今の事情を考えますと、いろいろどういうことになるかわからない、えー、という状況になってます。ですので、まあ一応、万が一のためっていうのもありますので、今年はもうフォローをつけました。はい。ウェブ DVD のフォローをつけてですね、えー、お届けするという形になります。でですね、通信の方。 ねえー、通信の方ということで、えー、8月の11日からウェブ視聴開始ということができるんですけれども、まあ、やっぱりですねこういうものって1人でやっているとなかなかきついというところもあると思うんで、えー、そこでですねこちら通信プラスズームということでですね、はい、8月の14日、えー、同時刻です、ねまあ、要するにもうこ,のこの新宿エルタワー本校で行っている生講義をそのままズームで配信します。 ズームで配信してでそれでですねはいしやっぱりねあの生で、えー、ね一緒にやっていただくっていうのが一番まあこう挫折を防げるんですけれどもやっぱりまあね自分一人でっていうよりもやっぱり、まあ、空間は違いますけども時間同じ時間を共有しているというだけでもですね まあやっぱりやる気は違ってくるだろうということでですね、まあ今年初の試みですけれども、えー、Zoom で生配信をしてみようということでございます。 でですねこちら、申し訳ないんですけども、ズームってまあ基本的には、双方向でやるのが、まあ、ズームのね、えー、良さだとは思うんですけども、実際、ちょっとそこまでは、えー、できないので、あのただし、双方向の講義ではありません、あくまで、えー、その新宿、エルタワー本校でやっているものを、そのまま、えー、生中継という形で、えー、お届けするという形になることは、えー、ご了承の方お願いいたします。はいでですね、こちらなんですけれども、どういう。 もののにやっていくのかってていいくかう話ですこちら、えー、昨年のテキストがですね今手元にあるんですけれども、まあ、こんな感じでですね、はいえー、もうひたすらですね、えー、もう一問一答がこれ昨年のテキストなので、えー、若干ちょっと変えてはいくと思いますけれどもはいこんな感じでですね、えー、もう一問一答の問題がガーッとあってこれもうひたすら丸×丸×丸×というふうに、えー、解いていくというのがですね、まあ、ここの企画でございます。 だいたいもう300問前後くらいはやっていくというイメージで、えー、置いていただければいいかなというふうに思いますでもう300の論点を確認とってこの一つ一つの論点が身についてるか身についていないかっていうところをですね1日かけてもう健康診断みたいなもんですねはいもう夏にやる健康診断みたいなもんはい、えー、宅建範囲の健康診断みたいなもんです でではですねじゃあ具体的に何をやっていくのかっていうことなんですけれども実はその宅検試験の問題まあ試験だけじゃない試験って全部そうですけれども大体3種類に分けられるんですね、えー。これは絶対落とせないぞっていう問題それから合否を分ける問題そしてまあ別にこれは解けなくても問題ないでしょうっていう難問この3種類に分けられるんです。ではどれをやりましょうということなんです。 で皆さんにですね、えー、この3種類のうちのどれやりたいですかって言うと、まあほぼ、えー、7割くらいの人はですね、いやもう絶対これ合比を分ける問題でしょうと、えー、いうふうに、えー、おっしゃると思います。はい、えー、今回のこのお盆特訓、この合比を分ける問題一切扱いません。はい、えー、この合比を分ける問題一切扱わずに、もう全てこの絶対落とせない問題これのみに集中をしていきます。 お盆特訓は この絶対落とせない問題のみですで大体ですね、まあ、年にもよりますけれども、まあ、絶対落とせない問題が30問ぐらい出て、えー、合否を分ける問題が10問ぐらい、まあ、これは無理だろうっていうのが大体10問ぐらいっていうのがですねまあ多くのパターンになります。えー、それでで問っていうですねなので、まあ、30点というものをですね、えー、まずは狙っていこうっていうのがこのお盆特訓の趣旨です。だもんですからじゃあ例えばお盆特訓の復習をもう完璧にやりました受かりますかって言ったら残念ながら受かりま わかりません、えー、まだそのレベルに達してませんなんでって言ったらこれだけでは受からないからですこの下ここの合比を分ける問題がやっぱり重要にもなってきますからね、えー、ですけれどもただ皆さんご理解いただきたいのは何かって言いますとここができてないのにここの勉強しても効率が悪いだけなんですよなもんですからまずはここをしっかり固める絶対落とせない問題をしっかり固めるで、そこが固まった時点で つまりお盆トッでこの絶対落とせない問題をまず固めてそして。 9月以降このの合比を分ける問題の勉強に進んでいきましょうとね、まあそれはそれで9月以降はまたね、えー、別のですねデルモン攻略講座というですね別の道場がありますのでそこは今度は逆にこの合否を分ける問題をしっかりやっていこうっていうそういうタイプの講座もあるんですけどもとにかくこのお盆特訓に関してはもう絶対落とせない問題、えー、ここのみに集中してやっていくというふうに思っておいてください。 はい、といととうことでですね、えー、8月の14日、えー、9時30分から17時50分まで、えー、新宿エルタワー本校もしくは、えーねまあ、遠方の方とか、まあ、あとは、ねえー、まあ所持場ありまして、ね、ちょっと新宿エルタワーに来るのはちょっと、ねえーまあ、控えたいという方はですね、えー、こちらの、ぜひ、ズームの方もご利用いただきながらですね、えー、ぜひ,ぜひ、ね、基礎確認を。 していただければというふうに思います。もう本当にですね、あのこれ昨年の受講生の方もですね。まあ、このお盆特訓の復習をもうがッとやっていて。で、まあ、結構ね、あの点数、模試の点数安定してきたっていう方も結構いらっしゃいます。ええー、だもんですので、こちら、ね、えー、もう本当に実りある一日に。 ね、なると思いますので、ぜひですね、えーまあ、ご参加の方、えー、ご検討の方、お願いしたいと思います。それではですね、えー、10分ほどの短い時間ではございましたけれども、えー、お盆特訓、えー、こちらの方のプロモーションの方、終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また、えー、お盆特訓、ねえー、新宿エルタワー本校、もしくは、えー、画面上で、えー、お盆特訓でお会いできることを楽しみにしております。それでは皆さん、どうもありがとうございました。